今日は前回カツオのオレンジ風の、たたきをご紹介したいんですしたんですが、今回はなんと今パリでパリジェンヌが、一生懸命作ってるっていうフランススタイルの、たたきをご紹介いたします。材料です。お刺身用のたたき、カツオ、フランスでもカツオがあります。生姜のすりおろしたの、あと米酢、蜂蜜、ごま油、キッコーマンの醤油、これは、おソース用なので、まず、全部入れちゃいます。お酢、蜂蜜、そして、ごま油、そして、キッコーマンのお醤油、これはこうやって分離状態、あまり拡散して乳化させると味がわからなくなるので、僕はこうやって分離状態で、ドレッシングを合わせると全ての味が、はっきりとわかります。そして、彩りの、ルッコラ、ピリッとして、美味しいです。では、ドレッシング、そして、カツオに塗る、ごま油、そして、黒ごま、パッとこう引きまして、そして、カツオに軽く塩コショウします。カツオは海にいるのでほんの、少なめの塩コショウ、白コショウです。よいしょ。はい、それを、この黒ごまに、ごま油をよく塗ってあげてください。そしてこのごま油を全体につけます。まず、残りの、ごま油、これはたたきなので、ちょっと最初火を強くします。強火です。はい、ごま油の香りが立ってきました。はい、はい、それではここは、強火でさーっと、お魚を焼くというよりはそのごまを香ばしく、焼き上げるというイメージです。そして最後の面、よいしょ、はい、はい、これぐらいで火を止めます。よいしょ。はい、それでは、パリジェンヌが大好きな、カツオのたたきをカットします。皆さんから質問が多いんですけども、この包丁は、福井の、越前の、高村さんという方が特別に、はい、見てください、三國シェフの、サインも入ってます。
特別に、作っていただきました。では、カットします。ごまが、落ちないようにゆっくりスローに、いちいち、ごまがつきますので、いちいちこうやって、ごまが身につきますので、いちいちナイフで切って、あんまり薄く切ると、ごまが剥がれてしまいますので、ちょっとこれぐらい厚めの方がいいと思います。これは2人前たっぷりございます。分離した状態のドレッシングを、ごまの香りが効いてます。ルッコラの上にも、はい、これで今パリで大流行りのカツオの、黒ごまたっぷりのたたきです。パリジェンヌが大好きな、たたき、どんな感じなんでしょうかね。最近は、フランス人も刺身を丼いっぱい食べるんですよ。昔は、食べなかったのが、今はお刺身を本当にたっぷり食べます。感じ、ごまのこの、ごま油のドレッシング、ごまをこうカリッと焼いた感じの香ばしさ、ちょっとルッコラはピリッとしますので、ルッコラを捨てて食べてみます。ルッコラがこんなにこうごま油と融合して、非常にいいマリアージュをしております。それとこういうこれごまもフランス人は大好きです。こういう黒い感じの、お料理が今結構、流行っております、世界的に。これはいくらでも、食べれます。今日は、フランスのプロバンスの、ロゼバンドールという、ロゼを合わせてみました。非常にフルーティーで、バラの、雰囲気のする、ロゼワインバンドールです。とってもこのたたきにはマッチングしてます。こういうたたきがパリジェンヌが、大好きっていうのは、和食の、影響かもしれません。グーです、おしゃれです。どうぞ、ご家庭の一品に足してください。超、おしゃれです。どうぞ。